今日は寄せ植えを作っていこうと思います。新しい苗もいっぱい仕入れてきたので、秋色の寄せ植えができたらなと思います。植えるのは、18.5 センチ6寸のエコプランター、再生プラスチックのエコプランターです。これダイソーです。これは8寸7寸よりちょっとほっそりしてるから、あんまり頭でっかちにしちゃうと安定感が悪くなるので、低めにこんもりしていこうと思います。こういうガーデンマムも綺麗ですよね。あとはこれは唐辛子なんだけれども、こういう黒い実がなる、色的にハッピーハロウィンのラベルが入ってます。これ使ってみようか。根っこもいい感じですね。いじる必要なし。唐辛子、あとこういうネオンカラーのアキランサス、これもハロウィンのねラベルですね。オータムチェリー、ちょっと虫食ってる。誰が食べたんだろう。ね、食べてどっかに行ってくれればまだいいんだけど、ご本人がねいるとね、もりもり食べますからね。ペンタスもかわいいね。やっぱりガーデン、ガーデンシュクラメン、これがね咲き終わり、この形状が咲き終わりです。で似てるけど、こっちはつぼみ、なんか鳥のくちばしみたいに尖ってんのはつぼみです。ほらかわいい、こんなにかわいい、まあ、これで十分と思うんだけど、でもまだちょっと入れたいから、ここに、うわかわいい黄金カズラ、こっちのがいいかな。こういう感じ。くるりんとこう回ってもらって、こういう回ってもらってる時の枝を葉っぱの下に入れればね、馴染みます。どう？かわいい。自画自賛、よくできました。これなんか品種名書いてない。ガーデンシクラメンとアキランサスだけ入れとくかな。ね、かわいい。どうでしょう。これが黒い葉っぱの唐辛子、アキランサス、ガーデンシクラメン、ペンタス、黄金カズラ、秋色の寄せ植え、2個目です。これはブルーサルビア。青いお花はあんまりないのでね、ブルーサルビア出てくるとついつい買ってしまう。そして赤い実のね唐辛子、これがね可愛いでしょ。線香花火よりね赤いところが大きいの、ちょっと高かった。でも色がシック、これはガーデンマムだからね、咲いたら綺麗よ。でね、ガーデンシクラメンも入れましょうね。もうこれだとねどこをどう回しても綺麗。
これもうおしまいかな。ね、ちょっと背丈は低いけど、なんかここが寂しい。どうしよう。後ろが寂しいと困るよね。置き方の塩梅でごまかすか。いいかな。うん、かわいい。あの秋冬の花苗っていうのはね、あんまりモリモリと大きくはなりません。大きくはならないとはいえ少しずつ育つので、あんまりぎゅうぎゅう入れるのもね、これくらいで十分だと思います。これがブルーサルビア、唐辛子、アキランサス、ガーデンシクラメン、ガーデンマム。このマムはね、ラベルがついてなかったので品種名は詳しくは分かりません。ジジとかだと思いますね。ね、3つ目です。これはね、サザンクロス。5月から11月まで、開花時期は地域環境によって異なる。あのこういう星形のね、お花が咲きます。2株植えですね。このつぼみが全部咲くととても可愛いです。まあ根っこもいい。これはね、あのオージーのお花だと思います。このサザンクロスが後ろだけど目立つように、可愛い。金魚も可愛い。うん、この子も可愛い。これはフォーチューンベゴニアね。ここにガーデン。ちょっと肩の土を落として深植えはしない。これシンプルだけどこのぐらいでいいと思います。こんな感じです。サザンクロス、ね、この十字のお花。そんな十字でもないけどね。で、フォンチューンベゴニア、ガーデンシクラメン、金魚草。カラフルでね、可愛いですね。